久保さんなんなか新シリーズ始まったらしいじゃないですかラフィフなんちゃらっていう、まあ、今回勝つなんですけどあの負ける気はしないですね <laughs> どう考えても <laughs> あの勝つ戦というか <laughs> まああのこのシリーズに勝てる人は現れてこないと思いますよ、うん、まあ続かないでしょうねまあ僕はその久保さんに動画を送ってる人がどういう人か分かんないですけどまあ負けないですね 負ける気ゼロです <laughs>。てか、どう考えても負けないですね。うん、で、その、なんか、あのー、勝ち戦しか,しかやらないとかね、まあ、なんかいろんな表現があるんですけども、勝つ方法って実はすごくシンプルで、うーん、みんなが降りてくのをこう見てればいいんですよ、やりながらね。あ <laughs> あ、またいなくなったな、またいなくなったな、<laughs> みたいなね。 なんか久保さんのね、久保さんのなんだっけな、ちょっとなんかシリーズものにしてるかわかんないですけど、タイトルなんだっけな、これはあなたのビデオですかっていう、なんか、これいいですね、これはあなたのビデオですか <laughs>。<laughs> あの、なんだっけ、あの、あの、あのあのちょっと名前出てこないですけど <laughs>。 IBCA のなんかテーマ曲を送ってきてましたよね。ライブ、ライブ放送中、懐かしいっすね。うん。そう。まあ、多分まあ、元気でやってるとは思いますけど、まあ、この動画のやり取りはね、多分ねまね、あ、僕と久保さんにしかできないかなと思いますけどね。うん。多分本当ね、死ぬまで続きますよ、マジで。死ぬまで続くや,やり取りはあなたはできるんですかっていう。 逆にね死ぬまで本当にやりますよ、多分マジで。負ける気しないし、死ぬまでやるし、久保さん,久保さんと僕がどっちが先に行くのかっていうね、逆にで。久保さんが死んだら死んだで久保さん、最近どうしたんですかみたいな。なんかもう、もしかあのこの世にいないらしいじゃないですか、あの世で動画と撮っているんですか撮ってる撮ってるから早く送ってくださいよ、みたいなね。あの世から動画送,りこ送ってこい、みたいなね。 っていう、なんかあの、久保さんも久保さんで僕が先に死んだらね、吉永さんが動画が来ないですね、みたいな。これあなたのビデオですかと。吉永さんどう言ったんですかみたいなね。なんかずーっとやってそうっすよね、マジで。だから、このやりとりは多分ね、お互いに死なないと多分ね、ダメですね。お互いに死,な死ぬまでやるみたいな。そう。 まあ、どっちが久保さん、久保さんと僕、どっちが先に行くんですかね。それも結構楽しみなんですけどね、僕も。なんか、老後の楽しみというか、多分ん20、まあ、YouTube チャンネルあれば、多分二20年後も30年後もやってると思うんで、久保さんが30年後80でしょ ?80 になってね。<laughs> このやりとりして面白いですよね、久保さんが80で。吉田さん、80です。明日で、ね。みたいなね。<laughs> 80っすかみたいな。僕70っすよ、久保さん。みたいな、ね。 そした多分ねそこまでいったら多分ね本当に味が出ると思いますねおじ,なんかお,おじいちゃんのなんか,なんかすごいですよねきゅで久保さんなんか生命力強そうなんで90になってね90になってもね「<ん>吉田さん」みたいな <laughs> いやこれ結構ねなんか今は別になんかあれなんですけど年取った時におもろいかなと思うんですよね こ,れこのやり取り30年続けてきましたってや,やばないですか、久保さん。億万長者合宿、あの、30年続けてますみたいな。<laughs> これ30年このやり取り続けたらマジですげえと思いますけどね。てか、誰も多分到達できない、誰もできない領域。でも、別に依存してないっていうね。 これすすごくないですか会社,会社で給料をもらうか立ち位置でも30年続かない人もいるわけじゃないですか、すぐ辞めるっていう。別にこれ何のあれもないのに続く、それ30年やったら結構僕ね、逆に面白いなと思うんですよね。うん。僕30年後も、だからイメージ30年後も久保さんとやり取りしてるイメージしかないですからね。だかからら久保さんから送っ 来なくななくることが考えられないし久保さんもそうだと思いますけどだら送られてくるから作るじゃないですかだかだらね、これマジでね、終わんないですね。ほ本当に、まあ、送られてこなかったとしても、久保さんが死んでも僕はまたさっきみたいになんかね、言って動画撮るかもしんないし、まあ、そんなに毎日は撮らないかもしんないですけど、そう、なんかたまに1週間にいっぺんとかね、わかんないですけど、久保哲郎みたいな。哲郎哲郎 でそろそろ起きろよみたいなね <laughs> お前何やってんだよみたいな <laughs> 久保哲郎をあの読,み読み戻したいみたいな救いたいじゃなくて久保哲郎をあの世から呼び起こしたいみたいな <laughs> あら,らる,るるるるるみたいなねうるるるみたいな、ね。 何な,なんですかね僕もこ,こ,のこんなシリーズになるとは思わなかったすけど、なんか、ここまで来ると、うーん、なくなるってことが考えられないですね。ここまでやっちゃうと。多分ねな、なんだろうな、多分ね、まあ、会社間で言うならば、うまい棒とかもそうだと思うんですけど、ガリガリ君とかうまい棒も、まあ、ずっと売ってるんじゃないですか。た多分もう会社の中でガリ、うまい棒とかガリガリ君っていうのは、もうなんか、 あって当たり前みたいな商品で、それをなくすっていう考え方がもはやない。時代の流れとか関係なく、なんか絶対置いとくっていうか、絶対なんかあって当たり前みたいな商品ですよね。なんかそういう感じのポジショニングになってるかなとな僕は思いますけどね。多分ガリガリ君とうまい棒を作らなくなるってことは、まあ、まあ会社の方針、経営方針で変わっていくかもしれないですけど、多分あんまないんじゃないかなと思うんですよね。で、人々も、 ガリガリ君がなくなるっていうことは寂しいと思うしうまい棒がなくなるっていうこともなんかちょっと寂しいなと思うだろうしなんかね多分ずっと裏なんかうまい棒もなんか2円か3円値上げしたらしいんですけどそれでもやっぱずっと作るしなんか作り続けられる商品かなと思いますねただまあ会社の経営があるんでそれはねあの続けたいだけじゃ続けられない部分はありますけどもうまい棒って何年続いてるんですかね うまい棒。歴史。うまい棒歴史。うまい棒の歴史って、42年間ですね。うまい棒をもう40年以上売ってますね。うまい棒。ガリガリくん。40年売ってるってすごいですね。ガリガリくんは何年だ。ガリガリくんは、 ガリガリ千九1981年だから、今2022年でしょまあこれももう30年以上、40年近いですね。ガリガリ君も。すごいですね。うん。すごい。これウィキペディア見てるんですけど、ガリガリ君の年間、年間販売本数が、これ2013年とか、 すごいですよ、久保さん。四億七千五百万本売ってるっす4億本。二千十三年。二千十六年四億本。これちょうど2021出てるかな。二0 2 1 2 0 2二20、去年。売り上げ。ああ、でもまあ。 あ、でもあれですね。あガリガリくんも40周年ですね。ガリガリくん、やっぱ40億ぐらい売ってるらしいっすよ。すごいな。うん。年,額年間売り上げ4億本。あ、4億本っすね。あ、でも年間40億の売り上げらしいっすよ。すごいな。いや、ガリガリくんくなるのかな でもまあ、売り上げ上がってるわけですからね。多分、なくさないでもいます。これが売り上げ上がってないんだったらあれですけど。うん。すごいっすね。ガリガリ君も40年ですよ。すごい。ガリガリ君も40年です。すごいなぁ。すごいっすね。永遠の小学生っていう。 戦略らしいですよ永遠の億万長者ですね <laughs>。永遠の億万長者みたいな。すごいなまあ僕もいろいろ動画撮ってますけど、このシリーズはね、このシリーズを超えるのはシリーズ作れないですね。この、これは。本数と、まああとね、歴史上、あの、久保さんの、<laughs> 久保さんのあの、なんか、 ねえあのカンボジアかなんかの子供にあにお金寄付してるんですっていう動画が YouTube に規約違反でねあのキップ赤切符切られたっていうのを思い出になりましたし僕ね R34 マガジンはね一個も警告来てなかったんですけどまさか初の警告が久保哲郎の動画っていうね <laughs> これいい思い出ですね僕の動画じゃなくて久保さんの動画が警告来るっていうね であれタイトルがね、隠し子っつうのもよ,よくなかったと思いますけどね。タイトル隠し子で、なおかつ、まあ、あれ多分、まあ、ちょっと漢字、なんかあの,あの字は読めないですけど、まあ、個人情報入ってたんでしょうね。わかんないですけど。いや、ちょっとね、あれはショックでしたね。なんか、久保さんの動画で赤ついちゃったか、みたいな。ずっとクリーンだったんですよ、僕。一個もついてなかったんで。今ね、管理画面にログインすると、なんか、あれなんですよ。 そうあの、チャンネル違反回チャンネル違反回数って警告のやつがずっと消えないんですよね。だからこれは消えないんですよね、これ。うん。そう。違反動画ですよ。嫌がらせ、ネットいじめ、ポリシー違反。<laughs> 隠し子を公開します。まあこれずっと消えないですね。いってらっしゃい。